はい、えー。じゃあ一番目ですね。平成23年第三者の詐欺の問題ですね。えー、では早速問題やってみましょう。はい。えー、ということでね、まあ、正解詞に関しましては、これは×。 というね、ことになります。えー、まあ、第三者の詐欺ということになっておりますので、まあ、これは A を売り主、B をね、買い主という売買契約になっているわけですけれども、この A さん、B さん以外のですね、第三者である C という方はですね、まあ、この高土地に関しましては、リゾート開発されますよということで、えーまあ、騙されてですね、こういった売買契約を締結してしまったということになってくるわけです。あの、まずポイントはね、これま、第三者が、 詐欺行為を行った場合ということになってくるわけですけども、まずね、あの法律に関しましては、こういった第三者である C という方がですね、詐欺行為を行った場合、この相手方がですね、詐欺の事情を知っているかどうか。 ね、この相手方が詐欺の事実をです、ね、知っているかどうかで、この契約の取り消しを認めるかどうかを、ね、決めるという規定になっているわけなんですよね。えだからまあ問題文にもありますとり、この A が C による詐欺の事実を知って 言ったとね、これがポイントになりますよね、えー、つまり、売り主である A さんは、この第三者である、e、が C がね、詐欺であると、えー。この行為に関しましては、詐欺であるということに関して悪意だったということになるわけです。まあ、ですから、この場合、この相手方である B は、本件売買契約を詐欺を理由に、ね、これは取り消すことができるということになってくるわけですね。えー、でから、正解肢に関しましては、罰ということになります。では、以上です。